タングラ峠は中華人民共和国にある幅の広い峠で、日本語では丹田峠とも言われる。丹田山脈を越える峠で、標高は5000メートル以上である。タングラ山脈は分水嶺でもあり、北にある長江と南にある内陸湖へ続く内陸河川を分けている。さらに、チベット自治区と青海省の境目でもある。製造航路と製造鉄道が通っている。 製造航路は、タングラ峠の北緯32度52分24秒、土九91度55分03秒、北緯32.87333度,度、九十91.91750度、32.87333、91.91750で、最高地点である5231メートルに達する。2005年8月24日、製造鉄道の線路が、 航路から西北西へ 28km 離れたところに付設された。北緯33度00分38秒統計91度39分51秒、北緯33.01056度統計91.66417度、33.0105691.66417で最高地点である 5072m に達する。東高羅駅は、 この最高地点から約1キロメートル離れたところ、標高5 0 6 8ル地点にある、世界で一番高い駅である。世界で2番目に高いペリューの駅よりもさらに2 5 5ル高い製造鉄道は、青海省の青年市とチベット自治区のラサ市を結んでおり、ガルム市からラサ市までの1 0 8 0トルは2006年1月1日に開業した。列車には、 高山病を防ぐための酸素マスクがあり、窓には紫外線をカットするフィルムが貼られている。高山病予防のためタングラ峠付近で列車の外に出ないよう呼びかけている観光会社すらある。峠を越える鉄道と道路を分けて示している衛星写真についてはこちらを参照。道路は黄色で最高地点である5231メートルの地点は箱型で示してある。 鉄道はグレーで最高地点である5072メートルの地点は十字で示してある。ありがとうございます。